写真業は、中国、石膏省商工圏出身の陸上競技選手。専門は短距離走200メートル19秒88のアジア記録保持者。100メートルの自己ベスト9秒97。2015年北京世界選手権、男子400メートルリレーの銀メダリスト。アジア出身選手として、初めて19秒台を記録した選手である。8月に、 シンガポールで開催された第1回ユースオリンピックの男子200メートルを21秒22で制して金メダルを獲得した。これはすべてのカテゴリーのオリンピックと世界選手権を通じて短距離種目における中国男子勢初の金メダル獲得だった。5月に200メートルで20秒54の中国対記録及びジュニア中国記録を樹立し、1996年に 半アキがマークした20秒54に並んだ。6月のアジアジュニア選手権、男子100メートルと200メートルに出場すると、100メートルは10秒54で銀メダル、200メートルは21秒15で金メダルを獲得した。7月のバルセロナ世界ジュニア選手権、男子100メートルと200メートルに出場し、両種目で決勝に進出した初の中国人となった。 100メートルでは10秒59の8位に終わり、2006年北京大会の両家広氏が記録した5位を上回ることはできなかったが、200メートルでは20秒66の5位に入り、1994年リスボン大会の半友明が記録した6位を上回る中国人最高成績を更新した。8月のロンドンオリンピック男子200メートルでシニアの世界大会初出場を果たすも、 20秒69の組6着で予選敗退に終わった。3月に200メートルで20秒93の室内、中国記録を樹立。2004年に、よア明るそがマークした21秒17を塗り替え、20秒台を記録した初の中国人となった。7月のプネアジア選手権、男子200メートルを20秒87で制し、シニアの主要国際大会で、 初のタイトルを獲得した。男子400メートルリレーでは3走を務め、39秒17をマークしての銅メダル獲得に貢献した。8月のモスクワ世界選手権、男子200メートルに出場するも、20秒74の組5着で予選敗退に終わった。10月の2川アジア大会に出場すると、男子200メートルは準決勝で不正スタートをして、 失格になったが、男子400メートルリレーでは2層を務め、決勝で37秒99のアジア記録を、樹立しての金メダル獲得に貢献した。同月に行われた中国選手権では、男子100メートルを10秒36で制すと、男子200メートルも20秒44の中国記録で制して2冠を達成した。自国開催となった8月の北京世界選手権にに、 大会連続となる出場を果たした。男子200メートルは予選で20秒37の中国記録を樹立し、組3着に入って準決勝進出を決めたかと思われたが、内側のラインを踏んでいたとして、レーン侵害の失格となった。男子400メートルリレーでは2層を務めると、準決勝で37秒92のアジア記録を樹立。 決勝でも38秒01の好タイムをマークし、ジャマイカ、アメリカに次ぐ3位に入ったが、ゴール後にアメリカがオーバーゾーンで失格となり、中国は2位に繰り上がり銀メダルを獲得した。400メートルリレーにおけるアジア勢のメダル獲得は男女通じて初の快挙だった。三月のポートランド世界室内選手権、男子六十メートルに出場すると予選で六秒十五の 自己ベストをマークして、組2着に入り、シニアの世界大会個人種目で、初めて予選を突破した。準決勝でも、予選と、同タイムの6秒55をマークし、タイムで拾われて、初のファイナリストになると、決勝では、予選と準決勝でマークした6秒55を、更新する6秒53をマーク。トレーボンブロメル、アサファパウエル、 ラモンリテンスに次ぐ4位で惜しくもメダルは逃したが、同じく決勝に進出した、ソヒノエテンには0秒01差ですり勝った。8月のリオデジャネイロオリンピックに2大会連続の出場を果たすと、男子100メートル予選において10秒08の自己ベストをマーク。それまでの自己ベストを0秒04更新して、準決勝に進出したが、準決勝は10秒11とタイムを落として敗退した。 男子400メートルリレーでは2層を務め、予選では昨年の世界選手権で樹立したアジア記録を0秒10更新する37秒82をマークしたが、決勝は37秒90の4位でメダルを逃した。5月13日の IAAF ダイヤモンドリーグ、上海ゴールデングランプリ男子200メートルでは20秒40で5位に終わったものの、 自身の持つ中国記録を0秒04更新した。9月の中華人民、共和国全国運動会において、3日の男子100メートル決勝は、自己ベストを1年ぶりに0秒04更新する10秒04。5日の男子200メートル決勝は、自身の持つ中国記録を0秒20更新する20秒20でそれぞれ制し、スプリント2冠を達成した。3月3日に、 バーミンガムで開催された世界室内選手権の男子60メートル決勝ではメダル獲得は逃したが6秒52の自己ベストを記録し前回大会に続いて4位入賞を果たした5月20日の IAF ワールドチャレンジミーティングスゴールデングランプリ大阪男子200メートルで20秒16の中国記録を樹立した6月19日にフランス モントルイユで行われた大会で中国記録で自身初の9秒台となる9秒97を記録した。7月15日にロンドンで初開催となった陸上ワールドカップの男子200メートル決勝で20秒25を記録し優勝、陸上ワールドカップにおけるこの種目の最初の優勝者となった。8月16日、7月に IAAF、ダイヤモンドリーグ、 ロンドングランプリに出場した際に負った右足首の負傷により、ジャカルタアジア大会を欠場すると発表された。7月21日の IAAF ダイヤモンドリーグ、ロンドングランプリ男子200メートルでは、アジア新記録となる19秒88で優勝。アジア出身選手として、初めて19秒台を記録した選手となった。2019年世界陸上競技選手権大会。 男子200メートルでは中国勢初の決勝進出を果たし20秒14で7位に入った。ありがとうございます。